ロードスター後継流麗なニトアクーペ公開か。10月28日に東京都で。一般公開開始予定のジャパンモビリティショー2023で。マツダロードスターの未来を予感させる新しいコンセプトカーが公開される。詳細は明かされていないが、昨年の中期経営計画のアップデートにおいて、 こっそりと発表されたコンセプトカー。ビジョン・スタディー・モデルを発展させたものと予想される。松田はジャパン・モビリティ・ショー2023に出展するスタンドのテーマを、車好きが作る未来とし、お客様の車好き、車好きに満足していただける。商品作りに取り組む松田の姿勢を表現するという。 このスタンドにおける目玉展示が、展示テーマを象徴するデザインの新型コンセプトカーとなる。10月10日に公開された予告画像を見ると、4つの円形リアライトと松田の文字、リアディヒューザーの形状などが昨年のビジョンスタディーモデルとよく似ている。ビジョンスタディーモデルは、 2022年11月に公開されたニトアクーペのコンセプトカーでロードスターの歴史を称える映像とともに披露されていたことからロードスターの次世代モデルではないかと考えられてきた松田はジャパンモビリティショー2023でコンセプトカーとともに初代ロードスターや最新モデルなど様々な車両を展示する予定 また、子供が運転を模擬体験できる3分の2スケールのロードスターなど、体験型の展示内容となるようだ。ビジョンスタディーモデルは、縦置きエンジンを搭載できるようなデザインと、燃料電池かバッテリーケースと思われる構造物をドライバーの後ろに備えている。しかし、マフラーに相当するものが見当たらないことと、 マツダが EV に大規模な投資を行っていることから EV である可能性が高い。ただし、ロードスターが降るモデルチェンジを間近に控えているかどうかについては、慎重に捉えなければいけない。マツダの欧州商品開発技術責任者のヨアヒム・クンツ氏は昨年、MX5 ロードスターの欧州仕様の製品ライフサイクルについて、 一世代で10年続くことは問題ではないと語っている。最近も大規模な改良が発表されたことから、現行型 ND はもう少し販売が続けられるのかもしれない。クンツ氏は MX5 は私たちのブランドの象徴であり、常に特別な扱いを受けています。今のところ、このサイズとコンセプト、 そして来年期間によって、この車は永遠に存在し続けるように思われます。もちろん、いつかは電動化しなければなりませんが、この純粋なコンセプトは保ちたいのです、とコメントしている。